これは私が親の転勤の関係で、とある田舎の公立小学校に一年だけ通っていた時のお話です。転校して間もない私に、みこちゃんという女の子が声をかけてきました。わあ、さよちゃんの家ってあのでっかいマンションなんだ。私の家の近くじゃん。じゃあさ、今日一緒に帰ろうよ。こうして私たちは、 朝夕と一緒に通学することになりました。ミコちゃんは先生がどうとか、自分のお母さんがどうとか、どこそこにコンビニがあるとか、かわいい犬のいる家があるとか、たわいもない話をよく私にしました。そんなある日の朝、待ち合わせ場所にミコちゃんが時間通りに来ませんでした。少し待ちましたが、 このままでは学校に遅刻すると判断した私は、一人で学校へ行きました。私は間に合いましたが、案の定みこちゃんは遅刻、お母さんが起こしてくれないせいで寝坊した、などと言い訳をしたため、先生に怒られていました。その日の休み時間。さよちゃん、どうして先に行っちゃったのひどくない 私たち友達だよね。そんなに先生によく思われたいの自分だけいい子ちゃんぶってさ、性格悪いよね。ミコちゃんは私に不満をわめき散らしました。子供じみたやつあたりです。それ以来私たちの関係は、なんとなく、嫌な感じ、になり、口をきかなくなりました。投下校も別々にするようになりました。 しかしその頃には私も、近所の地理はおおよそ覚えていたので、何の問題もありませんでした。こうしてはかまりを抱えたまま時間だけが過ぎ、私たちは小学校の卒業式を迎えました。あの、さよちゃん、ちょっといいかな。あの、あのね、私、ちゃんと言わなきゃってずっと思ってて。 ミコちゃんが久しぶりに私に声をかけてきました。私は少し驚き、そして少し心の奥に嫌な感じがするのを感じました。私はミコちゃんを無視して話を最後まで聞かずに立ち去りました。私は4月から中高部一貫の都会の私立中学校に進学します。また引っ越しです。もう。 この町に来ることはないでしょう。ミコちゃんは多くの他の子と同様に、この田舎町に残り、地元の底辺公立中学校に進学します。そうして地元の底辺高校を受験し、地元の底辺企業に就職し、同じ高卒の男を見つけ、子供を根本を産みながら、一生この田舎町で暮らすのでしょう。 私とはそもそも生きる世界が違うのです。私はいい子ちゃんぶっているのではなく、正真正銘のいい子で、彼女はヤンキー予備軍です。ミコちゃんのことは、小学生の時に短い期間だけ仲の良かったことして、しばらくは私の記憶に残るでしょう。しかし、時が経つにつれて、 きっとその存在自体を忘れてしまうでしょう。皆さんにもそういう子はいませんか